前回のあらすじ、バフェで試合を終わらせると宣言後、バフェで殺され、残り2人目の残ったら後に殺され、もう精神崩壊、圧倒的敗北。お待たせしました。まあ優勝の時が近づいてきましたね。まあこのラウンドじゃなかった、この試合終わったらもうおしまいなんでね、まあ、今回の動画を締めくくるということで、優勝をねいただいていきたいと思います。よし行くぜ。もうね、こんなん2つつければねこっち飛べちゃうからね。 OKOK いいよ。今回シャシャリ出ていこう、真ん中に。お、チェスト発見したが、しかし先にこいつを倒す。おっと、圧倒的 PVP 力見せていく、強すぎる。よっしゃよしよしゃ、またこの伝説の足をゲットしたぞ。ダメージより持続性が強いか。で、エンチャントとなんか本棚ゲットしたから、これで30日貯めて、またさっきみたいに、おら、これは右クリックを連打した方が早いんだよ。俺の連打速度が試させられる。試されるだ。オッケー。疲れたわ、結構今の疲れたんだけど。あれ、さっきこっちの方で聞いたよね。あ、いた。弱そうだわ。ここに強いのが入ってるんですよ。金リンゴ、いいね。溶岩垂れてるんだけど、誰だったらしたやつは。ちょっと飯。ちょっとね、荷物整理しっかりしないと。4枚勝負しようぜ。おらー、ジリー。はい、というわけでね、いけるでしょ。おら、俺のまだ28個あんだぜ。16個もあんだぜ。いけ、よっしゃー。見たか。あ、残り3人いけるだろ、これいけるだろ。来たスコットがいいから捨てて、ちょっとね、頑張ろういけるって、これ絶対。今の見ましたか、僕の圧倒的、まあ、あれがスカ要素だったら当たり前かもしれないけど、あれだって当たり前じゃないんだよ。OK! これで本棚を、あ、マジ、あ、いっか、本棚どうやってセットするんだっけ、忘れちゃった。まあいいや。どうしよう、チェストリフィルが多分もうそろ来るはず。あ、あ、え、あれ、あ、戦ってる。あざっす、優勝、あざっす、優勝ありがとうございます。よっしゃやったよっしゃ、勝ったぜ俺。おい、じじい。というわけでですね、はい、無事、まあ、余裕勝ちっすね。最後は余裕勝ちで優勝できました。ジジでした。なので今回はですね、ハイピクセルサーブの方でね、スカイウォーズの方やっていきました。楽しいのでね、まあ、次回もじゃないけど、結構早めにまた動画撮るかもしれないです。もうスカイウォーズ結構楽しいですね。結構、ほんと、楽しいです。というわけで、最後までご視聴してくれた方、ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。